改正障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行されました。主な改正内容等についてご説明いたします。障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。障害を理由とする不当な差別的取り扱いは、行政機関等、事業者ともにこれまで通り、禁止。です。合理的配慮の提供は、行政機関等はこれまで通り義務ですが、事業者は努力義務から義務となります。ただし、東京都は条例により、平成30年10月1日から事業者も義務としています。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、略称障害者差別解消法とは、行政機関等及び事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めることなどを通じて、障害のある人もない人も共に生きる社会を実現することを目指しています。障害を理由とする不当な差別的取り扱いについて、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって、場所や時間帯を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなど、これらは禁止されています。障害を理由とする不当な差別的取り扱いの具体例を紹介します。例えば、鉄道やバス、タクシーなどの交通機関を利用する場面で、車椅子使用者であることを理由に、利用を断ること、病院や福祉施設などで、付き添いの人と来院されたときに、障害のある本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける、小売店や飲食店に入店した際に、盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する。これらは禁止です。合理的配慮の提供について説明します。合理的配慮の提供とは、障害のある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表明があった場合、社会的障壁を取り除くために、過重な負担にならない範囲で、必要な配慮をすることです。申し出のあった方法では難しい場合でも、建設的対話により、相互理解を通じて、柔軟に対応することが大切です。建設的対話とは、障害のある人と事業者などが、意見を伝え合いながら歩み寄り、お互いに解決策を見つけていくためのやりとりのことだぴょん。合理的配慮の提供の具体例を紹介します。例えば、鉄道やバス、タクシーなどの交通機関を利用する際、車椅子を使用している方や一人で乗降することが難しい場合は、乗降を補助したり、車椅子などの大きな荷物をタクシーのトランクへ収納する、窓口や受付などのやり取りの場面で、意思を伝え合うために、筆談や読み上げ、手話、タブレット端末などを用いる。入店時やサービス利用時などの際に、障害のある人が困っていると思われるときは、まず声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する。よくある質問とその回答です。質問1。不当な差別的取り扱いにおける正当な理由とは何か。回答1。客観的に見て、正当な目的があり、それ以外に方法がない場合に、例外的に許されるもので、個別の事案ごとに判断されるものです。抽象的に、何かあったら困るということでは、正当な理由にはなりません。質問2。合理的配慮の提供における。過重な負担とは何か。回答2。次の5つの要素を考慮し、
個別の事案ごとに判断することが必要です。5つの要素とは、1、事務、事業への影響。2、実現可能かどうか。3、費用、負担の程度。4、事務、事業の規模。5、財政、財務状況。質問3。対象となる障害者の範囲は？回答3。障害者差別解消法における、障害者とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。障害や、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人、すべてが対象です。障害者差別の解消に向けた、大田区の主な取り組みを紹介します。障害者差別に関する相談窓口を設置しています。大田区職員が適切に対応するための対応要領を作成しています。区職員及び区民、事業者等向けの研修を実施しています。パンフレットや区報、ホームページなどによる周知啓発活動を行っています。環境の整備として、区役所窓口に筆談ボード、障害福祉課及び各地域福祉課に、遠隔手話通訳用のタブレットを設置するなどしています。大田区障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。大田区の障害者差別に関する相談窓口のご案内です。障害福祉課。住所は、郵便番号1-44-8621。蒲田5丁目13番14号。障害者支援、計画担当。電話番号。03-5-7-4-4-1-7-0-0。ファックス。03-5-7-4-4-1-5-9-2。障害者支援、障害事業担当。電話番号。03-5-7-4-4-1-2-5-1。ファックス。03-5-7-4-4-1-5-5-5。障害者支援、認定給付担当。電話番号。03-5-7-4-4-1-5-9-2。ファックス。03-5-7-4-4-1-5-5-5。大森地域福祉課。住所は、郵便番号1-43-0-0-1-5。大森西1丁目12番1号。障害者地域支援、身体障害者支援担当。電話番号。03-5-7-6-4-0-6-5-7。知的障害者支援担当。電話番号。03-5-7-6-4-0-7-1-0。精神障害者支援、難病医療費助成担当。心の健康相談。電話番号。03-6-4-3-6-8-7-5-0。精神障害者支援、難病医療費助成担当。医療費助成。電話番号。03-5-7-6-4-0-6-9-6。ファックス番号はいずれも。03-5-7-6-4-0-6-5-9。調布地域福祉課。住所は、郵便番号145-0-0-6-7。雪ヶ谷大塚町4番6号。障害者地域支援、身体障害者支援担当。電話番号。03-3-7-2-6-2-1-8-1。知的障害者支援担当。電話番号。
03-3-7-2-6-6-0-3-2 精神障害者支援、難病医療費助成担当、心の健康相談、電話番号 03-6-4-2-5-7-5-5-5 精神障害者支援、難病医療費助成担当、医療費助成、電話番号 03-3-7-2-6-4-1-3-9 ファックス番号はいずれも 03-3-7-2-6-5-0-7-0 蒲田地域福祉課、住所は郵便番号 144-0053 蒲田本町2丁目1番1号障害者地域支援、身体障害者支援担当、電話番号 03-5-7-1-3-1-5-0-4 知的障害者支援担当、電話番号 03-5-7-1-3-1-5-0-7 精神障害者支援、難病医療費助成担当、心の健康相談、電話番号 03-6-4-2-4-5-0-4-0 精神障害者支援、難病医療費助成担当、医療費助成、電話番号 03-5-7-1-3-1-3-8-3 ファックス番号はいずれも 03-5-7-1-3-1-5-0-9 工事屋羽田地域福祉課、住所は郵便番号 144-0033 東工事屋1丁目21番15号障害者地域支援、身体障害者支援担当、電話番号 03-3-7-4-3-4-2-8-1 知的障害者支援担当、電話番号 03-3-7-4-1-6-5-2-6 精神障害者支援、難病医療費助成担当、心の健康相談、電話番号 03-6-4-2-3-8-8-9-2 精神障害者支援、難病医療費助成担当、医療費助成、電話番号 03-3-7-4-1-6-6-8-2 ファックス番号はいずれも03-6-4-2-3-8-8-3-8 障害者総合サポートセンター、住所は郵便番号 143-0024 中央4丁目30番11号相談支援部門、電話番号 03-5-7-2-8-9-4-3-3 ファックス 03-5-7-2-8-9-4-3-7 支援調整相談担当、電話番号 03-5-7-2-8-9-1-3-4 ファックス 03-5-7-2-8-9-1-3-6 区は障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指しています。そのためには私たち一人一人が相手を思いやり合理的配慮に努めることが大切です。ご清聴ありがとうございました。